では、定刻になりましたので、第5回目の計算科学技術論を始めていきたいと思います。本日も名古屋大学情報基盤センターの片桐先生に講義いただきます。第5回目の今回は、プログラム構想化実例と大規模学習への展開という内容になります。では、片桐先生、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあ、本日は第5回目ということで、私の担当最後になりますけども、今までの、基本的な、話を、取り込んだ上で、応用ですね。あと、チューニングとかに特化した、プロファイリングとかそういう考え方を、ここで紹介するという回になっております。はい、じゃあ、ここでは性能チューニングの応用ということで、どちらかというと現場とかですね、実際HPC に携わる人の、知識というか、技術というか、その辺を、簡単にご紹介、するところから始めたいと思います。で、あと、性能チューニングをする場合は、当然アルゴリズムとかもありますけども、やはり実行性能っていうことで、コンパイラーの最適化とか、自分でコードを書き直すっていうことがあるんですが、特に性能チューニングに携わってない人は、コンパイラーを過信しがちっていうことがあって、これが結構問題になります。要は元のプログラムの書き方が並列化とか高性能化に向いてないと、性能が出ないということですね。特に自動並列化ってあるんですけど、これは特に信用してはいけなくて、なんか自動で全部並列化して早くしてくれそうな気がするんですが、実際はそんなことはないというのが、多くの場合です。で、最もあるのは例えば1ループ中に書いてある式がとても多い場合っていうのは、これコンパイラが自動的に、何か最適化するんですけど、やはり組み合わせが爆発して何もできなくなる。っていうのが現実問題としてありまして、特にハードウェア上のレジスターが足りなくなると、すぐ、最適化を諦めるってことをやるわけで、そうするとメモリに1回データを吐き出すコードが生成されるので、性能を低下するってことが起きます。で、書き方自体も煩雑だとですね、少なくとも人間が目で見て複雑なものはコンパイラーの目で見ても複雑なんで、最適化できないという要因が起きますので、何もしてくれないわけですね。そうすると人間が手による、例えばループ分割とか、そういうことをやらないと、全然速くならないという事態になるってことですね。で、先ほど言いましたように、自動並列化っていうのは特に信用しない方がいいってことですね。で、これはもう一言で言ってしまうと、ループの並列性がない逐次コードっていうのはどう頑張っても並列化できないんですが、これが初めて触る人はなんか魔法のようなものがコンパイラにあると思っていて、なんか逐次コードを入れると自動的に並列化できるようなアルゴリズムに書き換えて、実行されるんだというふうに思いがちなんですけど、そんなことはないわけです。自動で行うそういうような魔法の杖は存在しませんので、自分で結局並列化が分かっている人が、逐次コードを書かない限りは並列化できないっていうことになっているのが普通です。ですので、ここでこの講義で説明した OpenMP とか MPI を使う場合も、結局分かっている人が書かないと、並列化できないっていうのと同じように、自動並列化コンパイラもそういう原理で動いているので、そんな簡単な話はないっていうことですね。で、これでありがちなのは、ループの構造。例えば、ループの開始と終了値が明確。数字で書いてあるのがいいんですが、実際そんな風になってないんですけど、そこの定義参照とかが分かるっていうのが、いいんですけど、普通のプログラムはそんな風になってないわけですね。変数になってて、それは入力データに依存してるんで、コンパイラが見ても全然分からないのが普通ですから、こういうコードを使って最適化することが実際はできないというのが現状ですね。コンパイラが自動で開始と終了値を見切って、最適化するってことはできない。ってことになるのが普通です。で、あとですね、言語的特徴から生じる問題もあって、特に C 言語では、並列体ループがある関数コールの引数にデータ依存があると判断されると並列化できないっていうのがあって、これが実は普通、データ依存があると判断されるから並列化できないとなっている点が、注意すべき話になります。で、要は自動並列化コンパイラーっていうのは、逐次コードを自動で並列コードに書き直すコンパイラーではないので、ここを強く認識しないと、ダメです。で、先ほどの、C 言語の話だと、なんかABC っていう配列をコールする関数があるときに、これは、ABC に対して、同一配列が引き渡してもいい、ポインターで引き渡してもいいので、デフォルトというか言語使用上は ABC 間は依存があると、思って、最適化をするということになりますから注意してください。要は A と B と C も同じ、アドレスのものを、指定してコールしていいってことですね。そうするとこの中身がこういう行列積みたいになっていて、原理的に A と B と C が、別の場所であれば並列化できるようなコードが書かれていても並列化はしませんので、こういうことを分かっていないと、性能が出ないってことになります。で、これはコンパイラーのオプションとかそのディレクティブで指定しない限りは自動にも並列化してくれないんですけど、こういうことがいっぱい起こりますので、基本的には並列化の原理が分かっていないとダメってことですね。もう言語の原理っていうのもあるんですけど、そういう話が、いろいろ積み重なってくるので、コンパイラーを過信してはダメということになります。で、あとですね、もうすでに話しましたが、OpenMP にしてもですね、スレッド並列化するときは、例えば80スレッドなんかで80倍も速くなるコードは生成できませんので、せいぜい速くなっても数倍ですね。だから24スレッド向きで速くないのが普通なんですけど、コードの書き方としてこの24スレッド向きのコードと、例えば16スレッドを超えるような、スレッド並列化のコードの向きの、書き方は全く異なるものなので、やっぱ一つの書き方で両方サポートすることはできないっていう原理があるので、コンパイラーがこんな、その超並列向きなコードを生成することはそもそも無理、困難っていうことですね。今の技術では人間には無理ということに、人間っていうかAI でも無理っていうことに、なります。で、これもですね、結局、OpenMP の仕様でも実行前にユーザーが使うスレッド数が、を知る仕様になってないので、コンパイラーがやれることは平均的なスレッド数とか、ある種の過程を置いて、最適化するしかないんで、ここでも情報不足で不可能になるってことですね。で、この、スレッド数っていうのは一般的にループ帳と強く連結していることがあるので、このループ帳が実行ごとに変わるってことになりますから、かつこのループ帳が変わると最適なコードの書き方が変わるわけですから、こういうようなことにすべて事前にコンパイラーが対応できるわけないということになりますから、やっぱり性能は出ないというのが普通になります。で、あとこれも当たり前のことなんですけど、普通の人が過剰な期待をしているのは、コンパイラー間の性能の、移植性みたいな話ですね。あるベンダーの提供のコンパイラーで最適化できた人も別のベンダーのコンパイラーで最適化できる保証がないということで、富士通コンパイラーで最適化されたコードをインテルコンパイラーに持っていっても、それは同じ書き方で、必ずしも同じ性能が達成できるわけがないので、こういうことを期待してはダメです。なので、あとですね、同一ベンダーのコンパイラー、例えば富士通コンパイラーでもハードが変わると全くダメになるので、こういう保証も普通はないです。で、これ結構性能の、気にする分野、特にHPC とかスパコンを使う分野で大問題なんですけど、完全に解決する方法っていうのは今のところないんですが、問題としてはですね、従来からあるコード、レガシーコードと呼んでいるものが、ハードウェアおよびソフトウェア環境が変わっても高い性能を保つことって非常に重要なテーマで、これ、性能の過半性と呼んでいますけども、ここを、研究する必要があって、これはソフトウェア自動チューニングっていう分野、もしくはソフトウェア性能工学、ソフトウェアパフォーマンスエンジニアリング SPE って分野なんですが、これもあまり我々やってますけど、あまり、そんなに誰もがやってるわけじゃないので、こういうような、研究開発っていうのは常にホットなトピックでかなり重要な話になるところをちょっと注意、しておかないとダメですね。で、そういうわけで、結局のところ自分、早くするためにはいろんな側面から、性能の最適化をしていかないといけないんですけど、重要なのは自分のコードのホットスポットと呼ばれる重い部分を認識しないことには話が進まないってことになって、自分のコードのうちどの部分が重いのかっていうのを、知っておく必要があるってことですね。これはだいたい3つあって、演算時間ボトルネック、演算時間が多いのか、あと通信時間ボトルネック、通信時間が多いのか、IO ボトルネック、IO が多い、ファイルオープンとかアクセスとかが多い、この3つ、もしくは両方なんか重複して、複数の要因があるんですけど、いずれにしろこれで、対応すべき最適化の方向が違うので、一概に最適化といっても、やることが同じではありません。で、当然ながら制御するためには観測できないと何もできないので、このような、ボトルネックをまず知ってないとダメということになります。で、ここで注意はですね、計算量理論とかをやった理論の人が大体はまって、チューニングできないですね。ざっと見て計算量って分かるんですけど、思わぬところにホットスポットがあるのが現状です。なので、頭の机上の空論では、実際は動いているコードの、ボトルネックは推定できないことが多いっていうことになります。要は計算量が多くても、例えば問題サイズが小さいとキャッシュに乗ってしまって、キャッシュに乗ってしまうは、計算時間早くなっちゃうので、相対的にそこが遅くしている原因じゃないかもしれないってことですね。で、あと通信量が多いから通信ネックだっていうのもあってもいろいろあって、通信回数が多いと通信のレイテンシー立則、通信の立ち上がり時間が立則で、量とレイテンシーでは最適化する方向が違うので、ポイントを間違えるということになります。で、あと IO 量ですね、これが少なくてもですね、ハードウェアによって IO が貧弱だったりですね、他人がむちゃくちゃ IO していて、それが原因で遅くなるとですね、IO ボトルネックになったりするので、ここもなかなか実際自分で、プロファイルしてみないとわからないっていうことになります。偶発的なはしょうがないんですけど、その時遅くなるとか、そういう状況、あと実行の条件によって遅くなるってことがあるので、これも考慮しないと、実際の、プログラムっていうのは非常に複雑な、挙動になっているということを、認識した方がいいってことですね。で、あとチューニングに応じてですね、ホットスポットで変わっていくんで、最初なんか演算時間が重いなと思ってチューニングするとですね、今度は相対的に通信時間が重くなってくるっていうことで、状況に応じて、ホットスポットが変わるんで、やっぱり常に自分のコードの、どこが重いのかっていうのは認識しておくことがあるっていうのが、例えばの、話になります。で、ここでは仮に演算時間がボトルネックになっている場合、何をすべきかっていうことですけど、基本的にはコストの低いところから試していく方がいいということで、優先度を書いてますけど、最初にコンパイルオプションとかちょっといじって、早くなるんだったらこれは儲けものですね。ほとんどコンパイルのコストしかないので、コンパイルの、最適化のオプションに関するマニュアルとか読んで、ちょっといろいろいじってみて、少しでも早くなると、すごい得られることは大きいので、まずこれは試すべきでしょうって話がありますね。で、それやってもダメな場合は、もう、アルゴリズムを変更して計算量を少ないものにすると、本質的に書き換えた方が効果が大きいっていうのは、姑息なことをやるよりかは絶対、そういうことになります。で、これもちょっと厳しいようだと、キャッシュ最適化みたいなものですね、ブロッカーアルゴリズムみたいなものに書き換えて、高速化するっていうのも、次の指針としてあると。で、最後はコンパイラーが自動で行い、行動チューニングを行うということで、これやるのは最終手段ですね。で、これは何やるかっていうと、すでに話したアンローリングとか、ループ分割とか、ループ融合っていうのを試してみるってことで、最初からこれはやらない方が当然いいわけですけど、そもそも分かってないのにやったってしょうがないので、こういうような手順を踏んで、高速化していくっていうのが一般的に普通な話になります。で、あと次に移ると、通信がなんか、重たいっていう時になった時やる方法ですが、これ先ほどちょっと話しましたように、どこがボトルネックになっているのかをちょっと明確にしておく必要があって、通信レイテンシーですね、通信の立ち上がり時間が主に大きいって場合はですね、これ通信回数が非常に多いってことになってるんですけど、これの場合は、細切れに通信しているのを何とかして、一つの塊でする。これはアルゴリズムを書いたり、実際コードの書き方を書いたりしてやるというのが、この前提だと聞く話になっています。で、それでもダメなら、もう通信をしないように、冗長計算でもして、通信回数を減らすっていうことですね。で、最後に通信同期を、減らす非同期通信ということで、これ最初にやりがちなんですけど、この条件だとあまり見込みはないですね。小さい通信を多発しているのであるんですが、何でもかんでも非同期通信やればいいっていうことでもないので、ちょっと注意してください。一般的にはなんか非同期通信やれば速くなると言っても、原理的にそういうふうになってない状況だとやっても意味ないので、そういうような、方針で考える必要があります。で、あと通信量が多い場合ですね、1回あたりの通信データが膨大に多いで、そいつが時間かかってるって場合は、どうした方がいいかっていうと、このもう通信減らすしかないんで、冗長計算でもして、通信量を削減するっていうのが、一番やるべき話になってきます。ただし、計算量も増えることになってくるんで、トレードオフになってきて、必ずしも効果をそうしないかもしれないって話ですね。で、次来るのは、より高速な通信実装方式の採用ってやつで、これは例えば、リモートダイレクトメモリアクセス、RDMA とか、こういう高速な仕組み、通信の仕組みがあると、それでやってみるっていうのも一つの、考え方になります。で、あと、通信量が主電源の場合、主の要因の場合だと、通信と計算をオーバーラッピングできると、実は通信時間を隠せる可能性もあって、これっても計算に費やすところがないと何もできないですけど、非同期通信っていうのも場合によっては効いてくる可能性があるということで、問題は何度も言いますけど、通信レイテンシーなのか、通信量なのかを、何がボトルネックになっているのかで、やることが変わってくるというのが、通信の最適化になります。で、最後、IO ボトルネックで、これが本当によく生じてるんですが、この我々の経験でいうと、最初に富岳型を名古屋大では理研より早めに稼働したんですけど、最初にこういう相談が来たんですけど、富岳にしてもですね、1ノードあたり48個上がって、PIMPI 事故だと 48MPI プロセス動くんで、この状況でですね、各プロセスが1個のファイルアクセスをするみたい作ってアクセスするみたいなプログラムになっていることが多いんですが、それをですね、1ノード 48MPI プロセスで実行したら、むちゃくちゃ時間がかかって、どういうことだっていうのを調べると、IO の時間になっていると。で、IO の時間になっていて、何がいいかというと、この1ノード 48MPI プロセスが同時にファイルオープンするだけのハードウェアの性能を富岳型は持ってないので、この MPI のプロセスを減らさない限り全然速くならないってことが、速くなるというか、病的に遅くなるってことですね。10倍とか100倍一気に遅くなる事態が生じてしまったってことで、これは実は MPI の起動のやり方を、1ノードあたりの MPI の数を減らさない限り解決しなかったって問題がありますので、これいわゆるハードウェアが IO 性能に対して貧弱で、かつ、MPI の、プロセスがマルチコアで上がり気味になってくると、何も知らずに、前やってた K コンピューターみたいなものを動かし方でやるともう終わってしまった例ですけど、こういうことになって、IO ボトルネックを生じるって例があるんで、やっぱりハードウェアの知識がないと、ちょっとなんでこんなふうになるのかわからない事例っていうのが、実は運用時すぐに、生じたことになります。なので、ちょっとどこが、ネットワーク負荷になっているかっていうのが分かったら、IO ボトルネックの場合は、なんかこういうことも考えないといけないですね。で、あとはですね、高速なファイルシステムを使うってあるんですけど、昔の K とかファイルステージングがあったんで、そういうのを使うっていうのが原則だったり、あと、ホームとか普通のハードディスクになってるんで、高速なファイルシステム、SSD とか、バーストバッファって言われるファイルものがあるんですけど、それを使ってみるっていうのも、一つのやり方になりますが、これはどちらかというと、システム上で対応する話で、ファイルステージングなければダメだし、バーストバッファーないファイルシステムがあると全然意味ないんで、よくみんなやられてるのはデータ間引くってやつですね。これでもうほとんど対応しているっていうのが現状だと思います。これでなんとかなればいいんですけど、なんともならないぐらいの IO 量がある場合は、もう何か他のことをしないといけない。ということになりまして、なかなかちょっと高速化が難しくなって、大体ハードウェアの、IO の、関するハードウェアの貧弱なことに、気にして、そこは増やせないので、なかなかやれることがなくなってくるっていうのが、現状です。で、あとはちょっともう、なんていうか、あまりやっても劇的に効かないんですけど、OS のシステムパラメータ、IO のストライピングサイズっていうのがあって、これは大規模なファイルアクセスするときは、ストライピングサイズを大きくすればいいというのがあるんで、まあ、こういうこともやってみることもまあ要因ですけど、まあ、結論から言うとあんまりそういうことでは解決しないっていうことが多いですね。で、まあ、あとはより高速な IO 方式ということで、MPI ごとにファイルをオープンして書き込むっていうのがあるんですけど、それをやってしまうとファイル数増えてしまうんで、なるべく単一なファイルに見せて、システム上から制御するようなもの、まあ、パラレル IO とか MPIO とか使うっていうのが、まあ、一つの方法になりますが、これもですね、結局 MPIO の性能が、大したことないと遅くなるんで、なかなか、解決、これを使っときゃいいやみたいな話にもならないのが注意です。まあ、基本的には性能あまり良くない感じが多いので、MPIO を使うよりは自分でなんか工夫した方が最終的に速くなるってことが多いので、なかなか決定打はない。っていうのも現場にいるとよくあることですね。まあ、なので、まあ、こういう、まあ、いろいろ方法あるんですけど、決定打になるかちょっとわからないっていうのが IO ボトルネックの場合になります。まあ、いずれにしろですね、ボトルネックがどこかっていうのを調べられないといけないんですが、これは、まあ、最初の方で質問があったかもしれませんけど、2つの方法がまあ一般的にあって、一つはもう自分のプログラム中にタイマーを設定して調べるっていうことで、まあ、これはこういう、まあ、ライブラリなりフレームワークなり自分で作ってる人は、やりやすいんで、それでわかるんですけど、一般的にはそうじゃないんで、まあ、一般的には性能プロファイラーっていうものを使って、検出するってことですね。で、これは多分富岳型でも富士通が持っているプロファイラーとかを使えばできるし、インテルだったら VTune とかそういうものを使えば、ある程度は分かるということになります。で、これを使って分かるのは、まあ、演算ボトルネックですね。で、まあ、プロファイラーの基本機能によって調査可能になるのと、あと、まあ、ループごと、指定するループごとの詳細プロファイルを取るということができるんですけど、それをやると、キャッシュのヒット率みたいなハードウェアの性能が分かるというのもあるので、これは使い方によっていろいろ調査をすることができます。で、一方、通信のボトルネックもまあ、プロファイラーによって、まあ、出てくるものがあるので、それで分かることが、まあ、多いですね。で、あとは IO ボトルネックなんですが、これについてはあまり提供されていないし、まあ、深く型のものにも提供されてないんで、実はまあ測る以外、自分でプログラムを取って、この辺 IO しているところの範囲を測って、それを見るしかないというのが現状ですが、まあ、スパコンベンダーによっては、専用プロファイラー、IO ボトルネックのプロファイラー、IO 性能のプロファイラーを提供している場合があって、それを使うことで分かることがありますけど、まあ、現状としてはもうあんまり手がなくて、自分でタイマー設定で調べているっていうのが現状だと思います。で、まあ、あと、まあ、過去によくあったもの、特に IO 系ですけど、これの、まあ、プログラムであんまり良くないものなんですけど、IO を行うために MPI のプロセスにおいて、プロセスゼロに全部データを集約してですね、そのプロセスのみが IO をするプログラムっていうのはあるんですが、これある意味 IO の回数減らしていい反面ですね、これを全プロセスでやってしまうと、例えば1万プロセスとか10万プロセスでやってますと、ここがボトルネックになりますね。データ収集のための MPI オールギャザーみたいなのが、1個のプロセスゼロに集まってしまうのがまずダメで、で、まあ、そこで、IO のための通信時間、まあ、ほとんどこれデータを送ってるとか、そういう、あとデータをなんか、集積して書き込むための手間があるのと、並列ができてないので、ここはボトルネックになってしまうという欠点があります。まあ、ただし、これがいいのはファイルアクセス1個で済むんで、そこのファイルアクセスオープンとかの時間は、まあ、極めて少なくなるってことですね。まあ、逆に、各 MPI 単位でオープンすると、一斉にファイルオープンの要求がいって、そこで性能劣化するってこともありまして、先ほどの冒頭の、48コアで全部48個の、MPI プロセスがファイルオープンすると、そこで性能劣化するっていうのがあるんで、なかなか双方偏ってて、まあ、うまくいかない。まあ、中間的にある縮約ノードを2つというか複数用意して、そいつに部分的に縮約してファイルのオープン数を、まあ制御するっていうのが、まあ、実際のところはいいかもしれませんので、まあ、そういう形でなんか、この辺は工夫しないと、結局 IO ボトルネックに見えちゃうっていうケースが、結構あります。で、まあ、基本的には IO はプロセスごとに並列にする方がいいんですけど、先ほど何回も言いましたけど、じゃあ、MPI、MPI で全部同時にファイルオープンねって言ったその時点でオーバーヘッドになって性能出ませんから、それも問題なんで、考える必要があるんですけど、まあ、1個のところに縮尺するから全然普通は IO ってことになりますね。で、まあ、あとはこれやるのはめんどくさいんであれば、MPIO とかそういうものを使うっていうのがまあ一つの手になりますが、この何度ももう一回言いますと、MPIO 自体が性能が出ないとダメだったりするので、結局自分で、なんか確保が実際は早かったりするっていうのも現状としてあります。はい。まあ、総論としてはこんな話があって、ちょっと実際の性能プロファイリングを、見ていきますと、まあ、これは、まあ、ボトルネックの調査なんですけど、そもそもそのどこの箇所が、性能が悪くなっているのかをやらないと、チューニングの方針としても見当違いなことをしちゃうということで、まあ、これは手続き A が100秒、手続き B が10秒、手続き C が1秒で、全体で111秒になっているようなものに対して、なんか手続き C を一生懸命チューニングしても全く意味ないわけですね。これ手続き A を、優先的にチューニングしていかないといけないということ。これも測らないとわからないんで、これがこういうことをプロファイルで知る必要があるということですね。で、何度も言いました。冒頭でも言ってますけど、性能プロファイラーって一般的にスパコンを使う場合は、スパコン提供メーカーが提供しているっていうのが普通ですから、それをまあ使ってくださいということになって、まあ多くはコンパイラーと連携しているので、あまりそんなに苦労せず使えますよというふうになっています。で、性能プロファイラーは、ノード内性能とノード間性能っていうのが見れるのが普通ですけど、ノード内性能っていうのは、全体実行時間に占める各手続きの割合とか、まあ、いわゆるメガフロップ数値とか、キャッシュのヒット率とか、スレッド並列化の効率、これは負荷バランスとか、まあ、IO 時間を占める割合はまあ一般的に見るものはないんですけど、場合によっては提供されているということですね。で、ノード間性能はまあ多くは MPI。で、MPI の通信パターンとか通信量とか通信回数も見えるものがあるんですけども、これは多くは専用の GUI、グラフィックで表示してみるってことが多いです。テキストベースである程度見えるものもあります。で、これちょっと富岳で提供されている富士通コンパイラーが提供する、プロファイラーをちょっと紹介しますと、これはまあ結構もう、使い慣れている方が多いという K の頃から使われていて、富岳でもあるので、まあ、この点はなんか、使いやすい、プロファイラーが提供されているっていう状況にはなってますけど、まあこの富士通コンパイラーは2つあって、基本プロファイラーと詳細プロファイラーというのがあります。で、基本プロファイラーは、まあ、これは富士通用語なんですけど、まあ、プログラム全体で最も時間かかっている関数とか場所ですね、関数じゃなくても、ループとか行数とか、その場所を同定するには非常に、まず、基本プロファイラーかけるっていうのが、基本ですね。で、その後、基本プロファイラーで出た最も時間かかっている場所に対して詳細プロファイラーをかける。で、これは最も時間かかっている関数内、まあ、関数でもいいし、まあ、任意の箇所をかけるんですけど、その専用の API を使って、ループとかに書いて、それを、その情報をもとに、プロファイラーがメモリのアクセス効率とかキャッシュヒット率、スレッド実行効率とかを、まあ、出してくれると。いうところで性能の、ボトルネック解析をしていくっていうのが普通です。で、使い方はですね、富士通の、はですね、まあ、コマンド叩いて起動して、テキストベースのものは、テキストの、コマンドを叩くと、まあなんか、結果を出してくれるってやつですね。で、これはユーザープログラムに対し一定間隔で、デフォルトは100ミリ秒単位とかになってると思うんですけど、これに割り込みをかけて情報を、まあ、収集するっていうことをしていますので、まあ、そういう意味で言うと、あまり短いものとか、この、プロファイラーの、まあ、精度ですね。これを1ミリ秒とかにしてくると、どんどんこのプロファイラー自体の時間が多くなっちゃって、何測ってるか分からなくなるんで、まあ、注意ってことですね。ある程度大きい間隔でないと、やっぱり性能取れないところがあるんで、まあ、そういう制約はあるんですけど、この間隔は一応いじれるようになっています。どれぐらいの間隔で情報を取ってこいっていう、話ですね。っていうところが、まあ、一つ、注意すべきところですね。で、その結果をもとにコスト等の分析を出してくれるのが基本プロファイラーになっています。で、詳細プロファイラーは、これは、まあ、使い方としてはほぼ似ているのですけども、ユーザープログラムの中に測定範囲を設定して、まあ、ハードウェアカウンターを値を収集するということをします。で、その結果ですね、まあ、メガフロップ紙とか、そういうハードウェアの、から来る性能を、入手することができます。でちょっとこれはまあ具体的な例なんで読み飛ばしてもらえばいいんですけど、まあ、普通はこうプロファイラー実行するとですね、ログが出ます。でそれはプロファイルのログなんで、そのログを入れていくフォルダーかどっか場所を指定した上で、最後そのフォルダーとか、プロファイルの結果が入ったフォルダーの指定で、まあ、テキストベースで、プロファイル結果を出してもらうというのが、まあ、典型的な使い方で、まあ、例えば、これは一例なんですけど、富士通の基本プロファイラーかけてこんなようなものが出て、まあ、これ全体の概要ですね。プログラム、MPI プロセスの経過時間、ユーザー時間、システム時間みたいなものが出るっていうのがあるんですけど、まあ、ここが特徴で、これはですね、まあ、全体に占める割合が100だとしたときに、例えば全体の 65% は1行目から45行目、メインプログラム中の1行目から45行目までで費やしているよっていうような情報が出てきます。これは非常にサンプルプログラムでは何も出ないんですけど、まあ、普通のアプリケーションだといっぱいバーっと出てきますから、それを見て、上位のところからこう実際どこの行数が、どこの場所が、時間かかっているのかっていうのは、これでホットスポットの検出というか確認ができます。で一方、MPI の方も、まあMPI に対するコストで、どこの、ものが MPI でどれだけの、コストがかかっているかみたいな情報が出るんで、これをざっと MPI の時間かかる場所っていうのも、こういうふうにプロファイルを取ることができるんで、まあ、便利な、プロファイラーの一つになっています。であと、詳細プロファイラーは、これは基本プロファイラーの結果から、得た情報をもとにユーザー自体がどの場所を測るのかっていうのをなんかこういう API ですね、まあ、例えば関数コールみたいな形で指定して、まあ、同じように実行してもらうと、見れるってやつなんですけども、もうちょっと富岳の、まあ、フローもそうですけど、富士通の FX1000 では、もうちょっと分かりやすい形式で出るものがあって、CPU 解析レポートって呼んでる、エクセル形式で見る、ものが一般的には、よく使われます。で、これはですね、ハードウェアの、情報ですね、ハードウェア情報を得るために、なんか同時に測定できる場所が1回ではダメなようで、まあ、最高17回ぐらいなんか動かさないと、ダメなんですけど、まあ、動かすとすごい詳細な情報をもとに結構グラフィカルって言ってもこれはExcel の形式でグラフィカルに出してくるっていうのがあってまあ手順としては対象のループに専用 API で記載した後まあプロファイル入れるフォルダを指定回数分さっきの17個だったら17箇所作ってプロファイルのためのコマンドを例えば17回叩いて Excel 形式に変換した後 Excel 形式を手元のパソコンに持ってきて専用の Excel で開くっていうことをするとまあ見ることができます。で、まあ、これもどう挟むのかですね、フォートランで挟むのかですけど、例えばこんな形で挟む。そうすると、まあ、これで説明しませんけど、結構グラフィカルで、どんな情報かっていうのが出ますんで、これは大体、まあ、プロというかちゃんとここをチューニングしたいという場合は、これをまずかけますね。で、ハードウェア情報を、明らかにして、まあ、例えばキャッシュのヒット率とかを明らかにして、何が起こっているのかっていうのをもとに、まあ、チューニングしていくっていう手順になります。で、まあ、ちょっと細かい事例はいっぱい富士通さんも事例出してるんですけど、ここはちょっと一般私が経験した事例、具体的な事例を挙げていこうと思ってますけど、まあ、特に最初にループ分割、ループ消滅と言われる方法ですね。で、これもまあいろんな事例があるんですが、これはちょっと昔からやってるので、これは地震波のシミュレーションプログラムで、東京大学の古丸先生らが開発したセイシム 3D ってやつですね。まあ、有限要素法ベースで、書かれているものなので、まあ、ある種の有限要素法、有限差分法ですね。有限差分法で書かれているもので、ある種のまあこういうプログラムのまあ傾向みたいなのを示していることもあるので、まあ、取り上げているっていうことになります。で、まあ、結構作業領域が多い実装になっていて、あんまりこう全体の問題サイズというのは大きくできないので、実は問題サイズが小さくなりがちなんで、キャッシュに乗っちゃうぐらいのサイズで動いていることが多いっていう特徴がある、プログラムだったわけですけども、まあ、そういうところもちょっと性能チューニングに影響するんで、キャッシュに乗ってるか乗ってないかで、ちょっとやり方がまた変わってきたりするんですけど、このプログラムはどちらかというと、キャッシュに乗りやすいような、プログラムになっているっていうことですね。で、まあ、プロファイルをかけると、これも1箇所がずらーんと重いんじゃなくて、結構分散してるんですけど、全体の 10% がだいたいこんなような、プログラムになっていて、まあ、そんなむちゃくちゃではないんですけど、ループの中身が結構比較的書かれているような、コードになっているという、まあ、例ですね。まあ、後のところはこんな感じに書かれている感じですね。で、まあ、ちょっとこの30ループを対象にして、まあ、ちょっと書き方もいろいろちょっと変わってるんで、この扱ったときはこういう、これからスタートしてるんで、この書き方で書かれた、ちょっとループの中身にいっぱい書かれているようなものを早くするときにどうするかって話で見てみますと、サポートで言ったように、これをコンパイルで任せるとですね、書いた式が多いんで、頑張ってレジスタに置こうとするんですが、レジスタから、まあ、データが漏れてしまう。で、メモリに書き出すというスピリコードがあるので、この中身を、当然、逐次結果に合わせるようにループを分けるとですね、コンパイラーの最適化がより効くコードになって速くなるってことが期待できます。ですので、スピルコードっていうのをやらないといけないんですけど、これ実は自動で、ループ分割できない書き方になっているっていうのが、まあ、ある原因で載ってるんですけど、これ、どうやってもコンパイラー自動でループ分割してくれないっていう事例ですね。だから手でやらないといけないという事例になります。で、これ、一般的な話なんですけど、今度はループ分割するんじゃなくて、ループを消滅させる。これ、30ループになっているこのループをですね、まあ、10とか20ループにするで、なんでそんなことするのかっていうと、ループ長を長くするためにします。で、ループ長を長くすると、並列性を高めることができるっていうことがあって、それでやることが多いんですけど、指針があって、30ループの場合は、全部1次ループ、くっつけて1個の1次ループにして、長いループ長を確保するっていうのと、2次元ループ化するっていうのがありますね。30ループのこの外の2つはくっつけるけど、中は残すみたいなことができます。で、これどっちがいいかっていうと状況次第で、まあ、一般的には下の方が良いことが多いです。っていうのは、最大ループをそのまま残すとですね、そこでコンパイラが最適化を頑張って、まあ、例えばプリフェッチとかそういう、ループの、計算のパイプラインに置き換す処理が書きやすくなるため、実は外側のループ長を伸ばして、スレッド数とか並列数、MPI の並列数を伸ばしつつ、コンパイラーの最適化による、内部の計算を早くするためには、実はこっち側いいことが多いってことですね。上の方は実はなかなかプリフェッチが聞きにくかったり、キャッシュの、最適化が聞きにくいコードが出やすくなるので、実はあまり良くないってことがやりだすと分かるんですけど、まあ、いずれにせよ状況によるので、必ずしもどっちがいいとは言えない。で、まあ、考えるのは、まあ、例えばこんな形でループ分割を、するってことを考えるんですけども、で、あとは、例えば、これは中で2つ分ける場合で、これ実は、ダメってこう書いちゃいけない例なんですけど、まあ、例えばの例で書いてあるんですけど、で、こちらはあと一次ループ化するときは、まあ、こんな形になるんですね。ループ長が、NZ×Y で、ループ長が非常に長くなるんですけど、こういうふうにのはなんか、インデックス遮断するんで、で、これがなかなか連続アクセスがわからない。コンパイラーにとってみれば連続アクセスがわからないんで、最適化を諦める原因になるのと、あとアクセスパターンが並列化したときに、キャッシュを汚すようなアクセスパターンにきれいにならないので、なかなかこれ、最適化するのも難しくなってしまうんですが、ただ一点、ループ長がむちゃくちゃ長くなるっていう利点があって、並列性を高めることができるコードに変えることができます。で、この二重ループ化は折衷案ですね。上を逃して、こっち側の方はそのまま残しておくみたいな話になる。まあ、このようなことをするってことですね。で、あとですね、まあ、ちょっと書き方自体も工夫すると、なんか定義と参照の幅を伸ばすと、プリフェッチの促進になって速くなるよみたいな例があったんですけど、これも定義と参照の例をちょっと、まあ、なるべく確保するように、こう書き直すだけで、ちょっと昔の、計算環境なんですけど、これで約 50% 速くなった例もあるんで、まあ、こういう書き方も実はちょっと考慮して速くするっていうのも、まあ、よくやられていることになります。で、このループ分割するときに何が問題かっていうとですね、このコードの場合よくあるんですけど、この QG ってやつがくせもんで、ループ分割するときに再計算しないと、ループ分割できないですね。で、この再計算は、演算量を増やしてしまうので、普通のコンパイラーではやらないですね。あと、これぐらいならひょっとしたら頑張れば やっていいよという、ことになるかもしれませんが、一般的にこれが、配列になってくるんですね。割ると。それをまずやりません。計算量の他にメモリ量が増えちゃうんで。だから、基本的にはこれ手でやるしかない、ループ分割の特徴で、よくある例ですから、コンパイラーが自動でループ分割できないっていうのは、例えばこういう要因のコードで、これはよくあるコードです。なので、もうコンパイラーの自動並列化なんかできないよっていうのは、こういうところに起因しています。これごく一例ですけど、こんなようなことがしょっちゅうどこでも生じるわけですから、書き直さないといけないことですね。で、これ書き直せると、こういうふうに完全に30ループ2つに分けられたりするので、さらにコンパイラーの最適化を効かせて早くするようなことも、可能性としては出てくるっていうことで、こういう、単純ではないということですね。ループ分割をする方法ですけど、ループ分割する方法もあるし、ループ分割した後の最適化にも影響するので、何が効くかっていうのは、複合事象でできてるっていう感じがあります。で、これもいろいろ、ループ分割の方向とか、二重ループ化とか、一重ループ化を全部試した7通りあって、これをこれもちょっと古いんで、あれなんですけど、FX10 ってやつなんですけど、今、富岳型とやってみればまた傾向変わるんですけど、この場合は例えば、#4 の4番目の実行形式が 1.5 倍ほど速くて、実際こういうコードですね。で、かつこれは、OpenMP がついてるやつなんですけど、こういう形で書くと速くなるっていう形ですから、こういうようなことを、どんな環境でもある程度しないといけないってことになります。で、冒頭で、OpenMP の時にもずっと話してますけど、最近のマルチコア CPU では、80スレッドとかありますから、そうするとですね、ループ帳が、80スレッドだったら80ループ以上ないと少なくとも並列性を全部使い切らないという問題が出ますので、高スレッド並列になると、もうループの並列性が足りないってことが生じますね。で、このループの、長さっていうのは、これ3次元問題だったら3次元の片方の Z 方向のメッシュ分割数だったりするんで、実はあまり大きくできないっていうのがあるから、このままのコードだと、NZ っていうのが、例えば80より大きくないとダメなんだけど、メモリが取れないとかいう条件だと、もう望みがないわけですね、並列性の。ですから、どうするかってところで、ループ消滅、ループ帳を長くして、確保しないと、並列化、特にスレッド並列化すら実行できないことになるっていうのが分かります。で、これもちょっとGeoFOI っていう、もう今やないやつなんですけど、これはだから68スレッドで、動いて、これの実は2、3倍の、ハイパースレッディングで動くんで、すごい並列性が高い状況だと、68スレッドで NZ が、このループ帳が68だと全然性能出ないんですよね。プリフェッチとか効かないんで、通常は68スレッド ×3 ぐらいの長さがないといけなくなってきて、で、ハイパースレッディングとかで272スレッド実行だと NZ はこのぐらい持たないといけない。無理ですね。計算量が爆発して無理って話になるんで、やっぱり何らかのループ消滅融合みたいなことをやらないと、並列性が確保できない現状があるっていうのをちょっと注意した方がいい。なので、OpenMP で80倍も速くならないよっていう要因の一つがこういうところになるわけですね。で、実際これ、スレッド並列だけじゃなくて、MPI の並列でもこのループ帳を分割してやりますから、さらに長いループ帳がいるということになって、性能の、チューニング要因になってくるってことです。で、これちょっと、評価したものがあるんですが、評価といっても、これ、ハイブリッド MPI、OpenMP の実行形式ですね。で、この GeoFOI って環境だと、4ハイパースレッディング使うとですね、全体の MPI のプロセスと一部 MPI プロセスが何スレッド、実行するかっていうことで、いろんな、実行形態が同じ、プログラムでも指定できる。これハイブリッド MP や OpenMP の実行形態ってやつですね。で、最もスレッド数を高くして実行すると、例えば P8T240 っていう実行ができるんで、これ1個の MPI プロセスが240スレッドを生成するってとんでもない実行形態でもう動かせるし、これは16、MPI プロセスで1個の MPI プロセスあたり120個のスレッド実行っていうのも動かせるし、どんどん動かしていって、最後これは、T1 になるとピュア MPI なんですけど、ちょっとこの環境だと T2 以降はなんか動かなくなって、MPI のプロセスが増えすぎてダメだったんで、ここで止まってるんですけど、いずれにしろどんどん下に行けば行くほどピュア MPI に近づいていくということで、チューニングできます。これはプログラム変えなくて、実際の実行の環境のパラメータを動かしてるだけなんで、チューニングで、全然やることは変わらないっていうもんですね。でそうするとですね、ジェット軸の、ループ帳ですね、プロセスあたりのスレッドあたりのループ帳っていうのを見ると、こんな形で変化するので、スレッド数が少ないほど、ループ帳は大きく取れるって感じのプログラムになってるから、基本的にはスレッド数小さい方が性能出やすいですね、スレッド軸。スレッド数増えてくると、もう1個しかない。これは無理。最適化するには無理なサイズしかないんで、やっぱりこのスレッド数は少なめにしないと速くならないっていう要因が、これの例からしても見て取れます。で、これでループ消滅させて、さっきみたいな実装をするとですね、これも状況に依存するんですが、このサイズの話なんですけど、大体 5.5 倍も速くなったりするようなケースが出てくるので、やはりこういうチューニングっていうのは重要になりまして、この例の場合は先ほど言ったように上の2つをくっつけて、下はそのままにするっていうのが早いんですけど、こういうような、チューニングをしていって、実行形態とともに、このコードの書き方もチューニングしていかないといけないということになります。でこれが一つの一例ですね。で、あと、シムド化ループ分割の例ってことで、実際、富岳の例ですが、これもちょっと中身ではなくても、プログラム面だけのコードの実例しかここではお見せしませんけど、これはフラグメント分子起動法、FMO 法のプログラムで、YAVINTMPっていうものです。これは立教大学の望月先生と共同でやってるものですね。で、これもいろんなチューニングのポイントがあるんですが、電子積分ルーチンっていうのが非常に重い分野なんで、これをシムド化ループ分割して早くしてやろうっていうことが、主な、ターゲットになります。で、実際のコードは、こんなような、コードになってて、これを、早くする。っていうことになるんですけど、これもちょっと中身がいっぱい書きすぎなコードなんで、スピルコードが出やすいっていう、一見するとそういうコードになってますね。で、これはまずですね、シムド化ってことをやるんですけど、これ実は富士通さんとも協力してやると、やっぱり普通のコンパイラーかけるだけだと全然シムド化やってくれなくて、シムド化やるような OCL っていうのはこれ富士通コンパイラーへの指示ですけど、この場所をシムド化してくれみたいなものがあるんですけど、これを書かないと実は速くならないんで、実はここがまず指定できないと、シムド化すらできないっていう感じになります。だからここでシムド化っていうのはこういうものを探して、まず指定場所にシムド化をかけるということをやらないといけないってことですね。で、これをやると、個別にはあるんだけど、全体の時間で、例えば1168秒が1046秒ぐらいとかに上がってきて、ということで、シムド化自体、全体の時間でも高速化する、ことがあるんですけども、もうちょっと、改良して、ここはちょっと書き方変わってますけど、こんなような、次の、対象としてはこういうコードに移っていきます。で、ここで、冒頭で言った、これ見て明らかにスピルコードが生じやすいので、ループ分割しないとダメだってことになります。で、この時にやったループ分割は、元のコードこういうものだとすると、ここで2つに分けたわけですけど、で、これはコンパイルできないループ分割ですね。これもこの XTT っていうのをまず配列化して、計算して下で再利用っていう。してるから、実はこれコンパイラーにはできないんですけど、手で書き直せば人間ではできるんで、こういうことをやると、これは結構劇的に速くなって、2倍ぐらい速くなるっていう話ですね。この部分だけの話ですけど。で、これはレジスタスピル減らしたからですね。で、これで、全体では 1.6 倍ほど速くしてるってことで、まあ、こういうことを本当に積み上げていかないと性能出ないんですけど、このループ分割っていうのが特に、富岳型で重要で、まあ、なんで富岳型で、ループ分割が必要になるかっていうと、レジスタが少ないからとしか言いようがないですけど、K に比べてですけど、ね、まあ、これはしょうがないハードウェアな要因になりますけど、まあ、実際こうやって早くしてるってですね。で、あとはまあその他の最適化で、まあ先ほど言ったハイブリッド MPI の実行スタイルも、なんかアプリケーションの人だと、これが正しいと信じてずっとそのまま使ってるけど、それはむちゃくちゃ遅いですよみたいなことが多発してるんで、これ、チューニングパラメータだと思って、ハイブリッド MPI、OpenMP の実行形態をちょっといじってチューニングするっていうことをしてもらわないと、ちょっとダメな、場合が結構生じてます。で、これが、生じるのは、やっぱり CC沼の、ソケット数が進んでいる状況で性能差が凄まじいからというのにつきますけど、その例として、これK の商用機 FX100 でと、あと、富岳型ですね。で、FX10 で比べたものです。で、まあ、ポイントはですね、なんでしょう。これはまあ実行形態なんで、さっき言ったような形で、ピュア MPI の実行はこれですよってやつですね。あと、スレッド数をなんかいっぱい使って実行するとこういう形でっていう、この組み合わせを調べろと言ってるわけですけども、まあ、ハードウェアの比較としては、FX100 と1000っていうのは、まあ面白くて、これ、こっち2ソケットですね。こっち4ソケットなんで、こっちの方が、まあ、より性能差が出やすいだろうってことが予想されるわけです。ヌーマの構造が複雑になってるので。だから実行形態によって、そのスレッド実行の実行をいじると、まあ、FX1000 の方がより効果が出るかなっていう、ことがあって、まあ、それをちょっと見てるってことですね。で、結果はこれで、このスレッド数を多発した実行はこれで、こっちが PureMPI になっていて、これはFX100 系コンピュータの商用機の方ですけど、これをまあチューニングすると結構こんだけ速くなっていくんで、同じことある。これはこれで、結構衝撃的ですけど、この遅い、この実行形態でやる、実行しているものに対して、2.5 倍も速くなるんで、こういうところが早いと思って信じてやってると、むちゃくちゃ遅い状況で、動かされてるってことが、まあ、この例からしても分かるっていうことですね。だから、この、ハイブリッド MPI、OpenMP の実行の形態のチューニングって非常に重要だっていうことです。で、これは 2.5 倍で済んでましたけど、富岳型になるとさらに開いちゃって、4倍ほど速くなるんで、もうこれ、こんなところが正しいと思ったらダメですね。すごい性能差が出てしまいます。で、かつこいつは、冒頭で話した IO ボトルネックも引き離すかもしれないっていうやつになったりする。あ、こっちか。こっち側だとなったりするんですけども、まあ、いずれにしろ、今まで使っていたから、この実行形態がいいと思い込まない方がいいですよっていう例なんですけど、まあ、これが理由だからですね。で、チューニングするとバカにならない。向上が達成されるっていうか、まあ、適合が、なんていうか、良くない状況で実行しているかもしれないってことですね。で、あとですね、さらに、まあ、これで満足もしちゃいけなくて、そもそも書き方が悪いっていうのもありますね。で、これは例えば BF が低いような書き方に直せってことですけど、これはさっきの SysM3D の本当の元のやつで、これはベクトル計算機向け、地球シミュレーター向けで書かれていたものなんですが、まあ、こういうような3つの場所で書かれていて、まあ、リープフロックスキームによる容的時間発展っていう、まあ、ことをしているんですけども、これはBF 値が非常に高くて、1.7 なんで、昔のベクトル機だとこの書き方でも対応できたんですが、最近のまあ、スカラ計算機だともうこれ、メモリアクセス多すぎて性能出ませんってことで、もうちょっと書き方変えないと無理ですみたいな話になります。で、これはですね、ちょっといろいろ先ほどの関数コールとかも展開して、余分な、配列の書き込みみたいなのを最適化してですね、BF を減らして、まあ、とりあえず1ループの中に全部展開して入れ込むとこんな形になって、でこれはこれで実はBF 値的には良くて 0.4 ぐらいまで理論的に下がってきて、先ほどのものよりもおそらく富岳型とかでも速くなるような、ものになるんですけど、まあ、これで、まあ、閉じてもいいんですけど、実はちょっと問題があって、if 文が入りまくってるってやつですね。で、if 文入ると、これ、分岐予測を一般して、今の計算機動いていくんで、まあ、悪影響を及ぼすんで入れない方がいいんですけど、これ、避けられない処理といえば避けられない処理ですね。モデル境界処理なんで、境界がどこですかみたいなのを毎回やらないといけないので、このif文っていうのは避けられないように見えるんですが、頑張ると避けられます。モデル境界判断しないところの専用ループを書いて、if文を外す。で、その後、モデル境界関係するところは別ループで書くと、前の計算部分が加速されます。ということで、こういう形で、最適化すると、これは GeoFOI のものなんですけど、元々のものに対してループ分割消滅するものは大体 1.5 倍ぐらい速くなったとするんですけど、実装変更するとさらに速くなるので、こういうことをちょっと本質的にやっていくと、また速くするっていうのもあるので、こういうことを考慮して、最適化とかをしてるっていうのが、実例ですね。で、あとですね、だいぶ時間が減ってきましたけど、どういうことをやるのかで、これが結構一般的な話になっていますけど、データ構造の変換っていうのをやります。で、これはですね、一般的に分かりやすい行動を、アルゴリズム的に分かりやすいデータ構造をすると、アレイ・オブ・ストラクチャー、AOS っていう形で、データ加工してしまうことが多いですね。これは構造体で、3要素あるとこれが1つの構造体になって、それが配列になってるってやつですね。で、これは分かりやすいんですけど、欠点があって、例えば X0 って要素をなめると、全部非連続アクセスになります。連続的にはこうつながってるんで、0、1、2、3の時に、飛び飛びになっちゃうんで、もうキャッシュに悪影響を及ぼして、あと、キャッシュにデータを載せてるのにもかかわらず使わないので、性能が劣化します。で、これ嫌なので、SOA と言われるストラクチャーオーバーレイですね。こっちの XZ だけ集めた配列を作って、それを構造体にするっていう、逆にするみたいな話なんですけど、そういうことをすると、計算パターンによっては、高速化されるっていうことですね。で、これも状況依存なんですけど、これはモデュラスっていうものに入れ込んだやつで、これもスカイレークとか経営にちょっと古いんですけど、例えばこれ、ハードウェアによるんですけど、8% から 30% の速度向上ってことで、やるとそれなりに効果がある例っていうのがあります。すごく極めて効果がある例っていうのも、こういうデータ構造の変換で出るので、ぜひ試すべき話になります。ですけど、これ実際AOS から SOA っていいんですけど、できないことが多くて、データ構造変換すると3万行ぐらいあるプログラムを全部書き直さないといけないみたいな話がなると、実際できないですね。だけど、部分的にできる話があって、対象の計算に入る前に SOA の配列を確保して、メモリを2倍食っちゃうっていう欠点はあるんですけども、その後に AOS のデータを SOA に変換して、SOA で計算した後、書き戻すということをすると、部分的に入れ込みますから、これでちょっとパッチを当てて入れ込んで、メモリがある場合は早くするってことも実際やってますけど、全部書き換えた方がいいですけど、全部、普通は書き換えることができないので、10万行とか100万行あったらどうするんだみたいな話になるから、こういうところで、あまり耐えられない場合は、やるということも一つの方法として、これは知られてるっていうか、ちょっと考えれば分かるんですけど、できる場合があるところも、注意ポイントです。で、あとはちょっと通信最適化の方をざっとだけ話しますと、先ほど言ったように、通信最適化する場合は、メッセージサイズが数百バイト以下の小さいところは、通信のサイズによらず一定時間なんで、通信例定シリーズ速になるってことですね。で、大きい方は、メッセージのサイズが増えれば増えるほど比例して実行時間がかかるっていうことで、こっちはメッセージの量の、立則になってくると。で、やることは違うよってことで、小さいところをですね、数百バイト以下のところは通信レイテンシリーズ則だから、まとめて1回に通信してくださいみたいなことやると聞くってことですね。で、2のところは、メッセージ転送時間が鍵なんで、冗長計算するとか、通信のオーバーラップしろっていう話になります。で、特に領域1でよく関係するのは、内積演算をやってるアルゴリズムで、例えば数値計算だと反復解法一般に、クリロフ分解法一般にこれが、関係します。絶対内積いるんで。で、これをやるとですね、やっぱこの時間が同期されちゃって、早くならないんで、もうこれはアルゴリズムを変えちゃって、複数の内積を、そもそも内積をやらない、間引くようなアルゴリズムを採用するか、書き方を工夫して、複数の内積計算を1回にまとめるとか、そういうことをやると、速くなることがありますってことですね。こういうような形で最適化していく。で、あと、通信の最適化については、非同期通信使うってことで、普通にやっちゃうと、計算して、例えば送って、相手が受け取るまで待ちますよみたいな、馬鹿正直な待ち時間が入っちゃうんですけど、いわゆる非同期通信、ノンブロッキング関数っていうのを、MPI で使うとですね、先になんか送っちゃって、本当に必要なところで待つみたいなことができるんで、この通信時間を見かけ上減らすことが、見かけというか実際の時間上減らすことができて、高速化できるっていうのが、非同期通信の意味です。でも注意は、このように、なんか計算しながら送っているっていうところがなきゃダメなんで、この計算時間が短いと意味ないってことが多数あるので、ちょっと注意なんですけど、そういうような状況で、何があるかですね。で、これも最悪のケースは、プロセスゼロが全部に逐次に転送しているみたいな場合は、待ち時間が積み重なっちゃって、で、次の反復までの動機が入ってたりするような反復解放だと、これ、むちゃくちゃ時間がかかっちゃうんで、これを非同期通信したいみたいな話はよくあることですね。で、この時に出てくるのが非同期で、MPI の言葉で言うと、ブロッキングとノンブロッキングって呼んでいて、ブロッキングっていうのは、送信受信領域ってバッファっていうのが MPI のシステムの中にあるんですけど、そのバッファにメッセージが格納されて、相手側に遅れたり、受信したり送信したりして、バッファ領域が安全になって自由に呼び出せるまで、呼び出しが戻らないのをブロッキングと言っていて、実は完全な同期通信じゃないですね。バッファがある場合は非同期みたいな形で、実行されるというのが実は MPI のブロッキングってところになるので、ちょっと注意してください。でノンブロッキングの場合は、バッファ領域の、データの、安全性を保証する、すぐ呼び出しが戻ってくるんで、いいんですけど、逆に言うと、バッファ領域に送ってる最中にデータを書き込んじゃうと、データが破損してバグりますということで、そこの、バッファ領域の、データの、安全性の確保はユーザーの責任になっているというのがノンブロッキングですね。で、MPI が結構いやらしいのは、デフォルトが標準通信モードになっていて、バッファ領域があって、バッファリングされるときは、相手の起動前に送信が可能で、非同期的に動くんですけど、大きい、データを送るようなときには、バッファリングされなくなるんですね、システムバッファに。そのときには、相手側の例えば受信が起動するまでは絶対止まってしまうんで、送るべきサイズですね、通信サイズによって挙動が異なるっていう。ところがあります。だからこれも意味がわからないと、非常に訳がわからない挙動になっているので、注意です。バッファが溢れるか溢れないかで、挙動が変わっているということですね。で、あとは、バッファ通信モード、同期通信モード、レディ通信モードってこの4つがあって、実は1個の先導に対しても4つのモードごとに関数があるので、一気に関数量が多くなるっていうところが、ちょっと特徴的なところです。で、普通に使う MPI 先導はブロッキングで、先ほど言ったようにバッファ領域が取れる場合は、メッセージバッファリングされてすぐに戻ってくるから、非同期的な操作するんですけど、バッファ領域が取れない大きな問題は、相手が、リシーブするまでそこで止まるっていう、いわゆる同期的な動きをするっていうところで、ここはちょっと注意すべきところですね。で、これ、アイセンドになるとどうなるかっていうと、すぐ戻ってくるようになるんですけど、ただ、このバッファ領域にデータが、本当になんていうか再利用できる、相手が受信したかみたいなのを知る情報が必要になってきて、その時に iRequest っていうデータ型で、送ることを、前提としてこの iSend が作られているってことですね。で、実際その iSend がデータを送ったかどうかをチェックするのは MPI Wait っていうのを呼んで、待つよ。この組み合わせで iSend と Wait の組み合わせで、プログラムするっていうのが非同期通信の書き方になります。で、これ MPI セントっていうのはノンブロッキングモードで、これでさらに厄介なのは標準通信モードになっているということですね。この、ノンブロッキングなのにもかかわらず、バッファ領域が取れる場合はすぐ戻ってきて、かつすぐ処理が進められるということですね。ここはちょっと何言ってるか分からないかもしれないけど、そういうことですね。で、だから、バッファ領域が取れない場合は、ウェイトのところで完全に待たされるっていうことになるので、ここでもノンブロッキングかつ標準通信モードになっているのが iSend っていうのをする必要があります。で、解釈としてはこれですね。で、あとですね、MPI で注意するところは初心者がやりがちなんですが、これも標準通信モードってのが分かってないからやりがちなんですけど、全員先導を呼んでレインレシーブを呼ぶプログラムが動いちゃったりするんですけど、これはバッファ領域が呼べるような、バッファ領域にデータを書き込めるような小さい通信サイズでは動いちゃうんですけど、大きくなった瞬間に相手の先導レシーブがですね、世の中に1個も存在しないので、止まるってことになりますから、動いたり動かなかったりプログラムになっていて、これ初心者がすごい悩むところになりますから、注意してください。基本的には全員が先導呼んで全員がレシーブ呼ぶのは書いてはいけないプログラムですけど、それが分かってないとそういう反面になるんで、まあ、先導レシーブの場合は絶対相手をいるような状況で通信しないとダメってことですね。で、あとはここはもう完全に飛ばしますけど、メッセージを完全に受け取ることなく、なんか、必要な受信かどうかを調べたいってことがありますね。すごい大量なデータを送る場合に取り込むと、使わないデータを取り込むともう無駄になっちゃう場合で、その場合はなんかメッセージの種類を検査する、こういう関数があって、これも、律儀にブロッキング、ノンブロッキングがありますから、注意してください。こういうような、ものですね。で、先ほどの冒頭言ったノンブロッキングの例としては、最初にこの例えばプロセス0が I 先導をバーッと発行しておいて、他のところは全部レシーブを発行しておいて、で、あとは API ウェイトで待つっていうような書き方。これちなみにウェイトオールっていうのもあるから、これ全部待つこともできるんですけど、これは律儀に1個ずつ、1番プロセスから待ってますけど、まあ、流れとしてはこんな書き方になって、この間になんかオーバーラッピングできるような処理を書くっていうのが、標準的な書き方になります。で、これをやると、うまくいくと、この通信待ち時間が先導先に発行して、なんか計算して、ここで待つだけで済むんで、先導の間にデータを送って、向こうが受信すると、待ち時間が減って早くなるみたいな話になります。で、あとは、ちょっとこれも飛ばします。あまり話せないんですけど、永続的通信っていうのがあって、これは同じプロセスにずっとデータを送る場合は、この永続的通信っていうのを使うとですね、早くなることがあります。で、これも永続的通信のライブラリー、MPI の実装依存になっていて、あまり何もやってないとダメなんですけども、富岳とかの場合はアシスタントコア使ってこれをやると、実は専用に動くのがあって、うまく機能して速くなるっていう事例があるそうです。で、これは書き換え方としては簡単で、MPI スタート関数っていうのを先導、先ほどの I 先導とかに相当するところに書いておけばいい。ということですね、その入る前に MPI センドイニットってところで、通信情報を設定しておくってことで、書き換えはそんなに複雑じゃないですね。で、まあ、よくやられるのは、領域分割とか、イン解放のうちの反復解放のところだと、相手側がもうずっと同じところに送ることになるので、比較的適用しやすい。なんで、先ほどの例だと、MPI センドイニットってのを先に書いておいて、MPI スタートって書くと、まあ、同じような形で実装できるんで、場合によってこういう値を使って早くしてくださいということがあります。はい。で、あと、まあ、ちょっと10分ぐらいなんですけど、まあ、ここではちょっと大規模学習への展開ところを述べさせていただくと、実は、まあ、スパコンっていうのは、基本的な並列処理のベースになってるんですけど、当然機械学習においても今は GPU が使われていて、GPU を同時に回して学習すると、学習時間、トータルな時間をまあ減らすことができるという状況はあると思います。ですので、まあ、要は GPU いっぱい欲しいっていうことですね。それを使って、全体の学習時間を減らしたり、もしくは探索的にいいまあ、学習をして、まあ、学習得られたモデルの結果の品質向上を図りたいっていうのが、今、機械学習のところでまあやられていることになります。で、特にですね、機械学習の場合、ハイパーパラメーターっていうのがあって、まあ、ネットワーク構造の決めるようなパラメータをまあチューニングしないと、まあ、結果の品質に大きく影響を及ぼすとか、まあ、そういうことが生じるわけで、まあ、同時にいろいろ探索しながらチューニングしたいみたいな話が、出てきます。まあ、これまあ、一般的にはパラメータチューニングになるので、これを同時に並列にやってしまえば機械学習の品質も向上になるし、あとトータルの学習時間もまあ減らせるっていうことが結構いろんな分野でありますね。で、そこでちょっとこれは工学院大学の田中健がやられているものの一例なんですけど、まあ、結構パラメータチューニングなんで、まあなんか探索の方法を決めて、あとはその探索を並列にやっていけばいいっていうのとほぼ原理的に同じ。まあ、対象は機械学習ってなってるっていうだけなんですけど、まあ、それをちょっとやってみた事例ですね。で、これもちょっと何を言ってるかって概略しかないんですけど、まあ、結局、パラメータが2つある場合に、このパラメータをなんか全部グリッドサーチするか、なんかいろんな方法でサーチするのはあるんですけど、まあ、例えばこういう方向にサーチするのであれば、まあ同時に学習して、パラメータ変えて学習して、いいところを選んでいけばいいので、要は学習する部分が並列実行してしまう。で、いいパラメータを探索していく問題と、まあ、同じってことにですね。まあ、実際はそういうことをしてるっていう話で。ちょっとアルゴリズムについては、ここはちょっと話さないんですけど、独自のアルゴリズム、探索アルゴリズムは持ってます。で、これはまあ、いわゆる自動チューニング機構の一種で、まあ、対象は機械学習なんで、機械学習のある、まあ、スパコンで、動かせば、同時に GPU のボードを使って機械学習するといいパラメータがいて、結局、やろうとしていることのまあ、品質が向上するってことに、なります。で、ここでは2つの例、まあ、結局パラメータチューニングだと見ますと、どんな例を持ってきてもいいんですけど、まあ、これは東京女子大学の加藤先生のロボットによる歩行予測で、まあ、経路予測を機械学習でしてるんですけど、まあ、予測した、まあ、到達距離と実際の到達距離の誤差である FDE っていうのを最小にするような、まあ、パラメータ、ハイパーパラメータチューニングしていくと、要はロボットの予測精度が上がって、まあ、結局役に立つっていうことなんで、まあ、最もいいデータが達成できるハイパーパラメータチューニングをしたいところに落ちるわけですね。まあ、そうするとやっぱりいろいろ探索して、機械学習の時間が上がってしまうので、まあ、スパコンで一気にやって、並列にやって、その学習時間を短縮しようっていう問題があります。で、具体的なハイパーパラメータは、この問題だと、この LSTM っていうの、まあ、ここもちょっと深くは入りませんけど、まあ、いくつか、機械学習のためのパラメータで標準的なものが出てくるんで、こいつをいじって、チューニングしていけばいいんですけど、まともにやると、まあ、3125通りになるっていう感じなんですけど、これを、専用の探索方法で同時に添削していくんですけども、まあ、スパコンとしては、名古屋大学のフロータイプ2で、これは V100 が884枚あるやつなんで、まあ、こういう並列探索には向いてるっていうことですね。で、やってることは、まあ、なんか探索アルゴリズムで同時に機械学習してねみたいなのをバッと投げてるだけなんですけども、まあ、これ、ですね、まあ、どれぐらい速くなるか、まあ、実際同じことをする逐次の実行に対して、スパコンで並列実行するとどれぐらいになるかなんですけど、まあ、大体3.71 ぐらい、このケースの場合、3.71 ぐらいのが4時間で最適化できちゃうんで、やっぱり研究としてはかなり進捗するっていう感じですね。で、当然、ハイパーパラメータもこういう形で、まあ、初期のものよりかは、この FDE って基準だと誤差が短いものが学習できていて、まあ、逐次と遜色のない、学習結果を得るモデルができているということで、まあ、こういうところで使ってもらうと、実際これアプリケーション分野ではチャンピオンデータとかになってくるので、勝敗を決する、早いいいものが並列計算、並列学習で得られるので、非常に有利になるって話ですね。で、これは別のものでも同じような需要があって、これは東京工業大学の浮田先生のところのやつで、これ超解像度ってやつですね。小さい画像をビヨーンって伸ばして、なんか、まあ、推測して違和感ないように拡大するみたいな分野、これ結構いろいろ検査とか、そういうので使われるのがあって、で、ここも、まあ、ちょっとここも立ち入りませんけど、画像の、画質を、まあ、評価する、この RMSE って基準があって、これが小さいほどいいんで、これを小さくするようにハイパーパラメータを探索していけば、まあ、この分野でのチャンピオンデータが取れるってことで、非常に学習、同じような状況ですね。いっぱい学習して、パラメータ振らして学習していいものを出ると論文が書けるっていうような話になります。で、これも結局資源と時間がかかるので、先ほどのような機械学習を同時に走らせた並列のパラメータチューニングをするってことです。で、これもまあ、ハイパーパラメータ、例えばこんなものがあって学習率とかって、この辺をなんかいろいろいじったりして、まあ、早い、先ほどの基準ですね、RSC の基準を探していくってことからやります。で、これもフローを使ってるんですけど、フローの場合は、これ運用時制約ですけど、1ユーザー同時50個しか、投げれ、まあでも50個投げれるんですけど、GPU ボード50個使ってるってことですね。それを自動的にこう50個ずつバン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 投げるような仕組みを作ってるので、こんな形でどんどん並列探索していくんですね。で、これで結果をちょっと、まあ、得るってことができるんで、こういうところで、機械学習との連結っていうのができます。で、これもまあ当然ながら逐次より早くいい値が設定できるんですけど、これも結果しか見せませんけど、まあこういうまあ RMSE の値のものがあって見ているんですけど、この見つけた最高のやつはこう見てもまあ人間の目で見ても最も自然に画像を大きくしてるってことで、まあこういうような機械学習が、まあ、大規模な GPU クラスターで、使える研究として、まあ、貢献できるということになります。はい、ということで、だいたい15分前ですが、これでちょっと、一旦ここで終わろうと思いまして、まあ、質問の受付時間にしたいと思いますが、はい。片桐先生、どうもありがとうございました。